おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ、急いで。あそこだよ、木の上に引っかかってる。うん、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ？簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。もっと強く揺らさないとダメね。ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよマミン。確かにちょっと面白いわね。ジョージの帽子は？マミンの頭の上。はい、どうぞジョージ。今度はしっかり押さえて。風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私が風に引っかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます。強い風がジョージの体も支えています。ねえダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて。とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えています。いや、ほんとこれは楽しい。マミーピッグも早く一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょ。この風は急には止まないよ。風が急に止みました。笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピッグはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わあ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピッグのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさいダディ。カボチャのことよりペッパが怪我しなくてよかったよ。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああそうか。ダディったらもっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。外れ、2回間違えてから大割り。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。ど
うせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ 1-3 で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。 1-2-3。 ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピックは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの？もうちょっとだよ。ついた。簡単だろ。それじゃあトマトスープを温めましょう。あー、ほら自然の音が聞こえるよ。これ何の音？これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何？今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわー。じゃあ今のは何の音？さあ、マミもわからない。ダディのお腹の音だ。これこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよ。それもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何？さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない。テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ。入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ大きすぎて入れないよ。大丈夫、ダディは外で寝るよ。おやすみなさい、ダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか？ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ。ペッパ、育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとうグランパ。
いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい、ジョージ。それじゃあ人参は。グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな。やだ。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミシロビット。ねえ。うわ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ね、ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー、トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャンプ。ゴーワン。ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞペッパ。私の肌、歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと、歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで、一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん、遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう？歯の妖精でしょうか。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。泥んこ洗い流すね。
ペッパー、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパーは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ、大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピックが水を出します。水が出ないよ。やめて。ごめんなさい、マミ。あれ？あ！ダディピック、水を止めてちょうだい。ああ、慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。でね、ああ、後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。すぐ抜けるから。うわ、もうダディ本当に壁を壊しちゃったじゃない。うん、マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ、早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピックが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やった。でもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ、もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。あ、おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。チョウチョって本当に可愛い。私チョウチョになりたいな。ペッパはチョウチョになりきっています。私はチョウチョよ。ジョージも真似をします。ジョージ、チョウチョは私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった、ジョージはくねくねのミミズさんね。見て見て、私はチョウチョなの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。チョウチョになりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まず
こうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、かわいいチョウチョだもん。見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。クランパー、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。クランパーはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き。くねくねのミミズ。するとダディのコート。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。とってもきれいよ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちは、ダディピック。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかってる。大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないや。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。参ったな。大丈夫よ、ジョージ、ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。またドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。
ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もう泥んこの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミー、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ？おねだりに来たの？もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミピックのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大嫌い。シッシッ。大げさだな、マミピックは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって。じっとして、マミピック。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ早く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あらまあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパー。どれどれ、なんだって。おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。うん、この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出して、その鍵で開けるだけよ。だけど、もうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。カーテンの後ろにもいません。
またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな。いくよ。あれ、ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい。どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ、カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ見つけ。これはいい感じです。ペッパは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時これを弾いてたよね。ダディピック、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの。アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの。あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよダディピッグ、アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。マミーピックとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわねペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるなジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った。
ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ。二人ともおやすみなさい。おやすみマミン。おやすみダディ。ああ、おやすみペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピックとダディーピックが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか？ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、治るまでこの新しい車を貸すよ。 ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな？お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あー、ダディはびしょ濡れになりました。ダディったらそのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。本当にこっちでいいのかい？任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近道してるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと、マミーピッグの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部おいしく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど、でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに、せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあグランマ、急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、
グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな、さあ、ランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾りつけます。うわ楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの？入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミー、もう家の中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ、目を開けて。お誕生日おめでとう、マミピッグ。なんて素敵なサプライズなの。さあ、キャンドルを吹き消して、願い事をしてね。マミ、マミ、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う？さあ、何かしら。早く開けてみて。まあ、なんて素敵なワンピース。うわ、とっても綺麗だよ、マミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピックはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。はい、どちら様？ジョージ？はい、どちら様？マミーピッグよ。私も入れてもらえるかしら。うん。それじゃあ秘密の合言葉を言って、家から入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの？それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれ、おかしな合言葉だな。マミー、ツリーハウスに入る前にドロンコの長靴を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも、別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。じゃあ仕方ない。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよ、ダディ。長靴は脱いでね。あ、ダメだな。ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ、ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き。もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのお家には来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。リビングではダディピッグが新聞を、マミーピッグが本を読んでいます。助けて。一体何をしてるんだ？助けて。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ？ガー。
分騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は。おもちゃにつまずいて転んだらどうするの？その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミはペッパーを手伝って。お片付け競争ね。女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね。次はゴホ。片付いた。これは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。お。わあ。もうどうしてこうなっちゃうの。私アイススケートなんてやりたくない。いいんだよペッパー、アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと。ほっほー、ダディったら。ジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパにスケートを教えてやって。スケートは簡単よペッパ、ただ足を押して、あとは滑るだけ。押して押して滑るね。押して押して滑る。押して押して滑る。なんだ簡単ね。もう一人でできるよマミー。押して押して滑る。押して押して滑る。うまいぞペッパー。見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよペッパ、他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よマミ、私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの。大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわー、止まれないよ、危ない。うわマミーに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる。やだ。やろうよジョージ、楽しいよ、教えてあげる。えっへん、いい、始めはね。わーい。ジョージ戻って、滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。すぐ行くね。ペッパとジョージはチョコレートケーキが大好き。でも今日は早くオウムのポリーと遊びたいようです。ごちそうさま。まあ二人ともにぎやかね。グランマ、向こうへ行ってもいい？オウムのポリーと遊びたいの。もうチョコレートケーキはごちそうさまでいいのね。じゃあいいわよ。やったジョージ、ポリーに何か言ってみて。
ジョージは恥ずかしがっているようです。ハロー。ハロペッパとジョージはオウムのポリーと遊ぶのが楽しくて仕方ありません。私ペッパピッグ。私ペッパピッグ。ジョージ、なんか言ってみてよ。今度はペッパとジョージがオウムの真似をしています。わたしやポーリペッパはオウムのポリーに何て言おうか考えています。私はうるさいオウムです。私はうるさいオウムです。こんにちはペッパ、気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう起きてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけどお友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。ねえ。あら、ペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。ねえ。もしもし、ペッパ。私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけどお利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう。ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ。看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。来たぞ。わーあー、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？はは、いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことならみんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソーゴー。私おもちゃのピクニックセットも持ってきたからピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあこれオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。美味しい。うほうほ、モンキーがね、こんなに美味しいケーキ初めてだって。
ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピグ。それじゃあゾイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。探偵さんって何？探偵さんっていうのは人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら。ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかった。ジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ。だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ？わかった。ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ。だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ？それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ。じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな。あそこにいたダイナソー、私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパー。ペッパはとてもいい探偵さんだ。1、2、3、4。じゃあそれをカートに入れて。トーマトあった。えらいぞ、ペッパー。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。ピーゲッティ。そうだね、ジョージ。でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さて、スパゲッティはどこかな。あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ、ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はい、マミー。ピーゲッティ。ジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティ。ペッパ、次に買うものは何？ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる？ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ。違うよ、ジョージ。次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した。ここにあるよ。よくできました。1、2、3、4。玉ねぎ。よし、いいぞ。あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え？書いてあったかな？違うよ、ジョージ。もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよ、ジョージ。あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら？あっちよ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。うわ、グー。寒いので水たまりは凍っていました。つるつる滑ります。
面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね。ドロンコの水たまりがある。ダディもドロンコの水たまりが大好きです。ダメよダディ。危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの、だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ？今日は寒いので池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。ねえ、羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちは、ペッパ。うわ、スージー、それ楽しそう。ねえ、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。